マイケル・トーマス・モーガンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州トゥーレアリ軍、トゥーレアリ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1970年代から2000年代まで22年間現役で、プレーした4ディケード選手でもある。1978年6月の MLB ドラフト1巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。ドラフト直後の6月11日にマイナーを、 経験せずにメジャーデビューを果たすも、0勝3敗に終わった。翌1979年も2勝10敗と、力不足は明らかで、マイナー落ちした。その後、シアトルマリナーズで、プレーの1986年に、初の2桁勝利となる11勝を挙げるも、アメリカンリーグワーストとなる17敗を喫し、翌1987年も同じく17敗した。ロサンゼルスドジャースで、 プレイの1990年には、ナショナルリーグ最多の4カンプを含む11勝、続く1991年は11年目にして、初の勝ち越しとなる14勝10敗を記録し、オールスターにも選出された。シカゴカブスへ移籍した1992年には、自己最多の16勝、防御率2.55と高騰した。テキサスレンジャーズで、 プレーの1999年には6年ぶりの2桁となる13勝を挙げている。アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍し、4リケード投手となった2000年は自己最多60試合に登板した。2001年は初めてワールドシリーズの日の木舞台に立ち、4.2回を無失点に抑えた。翌2002年に引退した。沈む速球と、 スライダーでゴロを打たせる投球を得意としていた。ありがとうございます。